こんにちは。今日はかぎ針で簡単に螺旋を編む方法をご紹介します。はじめに細編みを一目編みます。そして鎖を一目編んで立ち上げ、細編みの頭半目と足の半目を拾って細編みをします。これを繰り返していくだけで、少しずつ細編みの向きが変わっていき、螺旋になります。 細編みだけでなく、中長編みや長編みでも同じようにでき、高さのある目を使うほど螺旋の巻き具合が緩くなります。また、立ち上がりの鎖でも変化をつけられ、鎖3目編んで細編みというのを繰り返すと、このような螺旋になります。糸の硬さにも大きな影響を受け、アクリルケ糸トで編んだものは巻き具合がしっかりしていますが、 レース糸で編むと、自重で引っ張られ、伸びた感じになります。螺旋を完成させた後で、縁編みを追加することも可能です。縁を付けると構造が補強されて、下への伸びが抑えられます。これは装飾的な効果もあっていいですね。風鈴やモビールなどと組み合わせて、 ツルスタイプの飾りとするのがオーソドックスな活用法かと思いますが、シンプルな操作で螺旋ができていくのが単純に面白いので、ぜひ一度試しに編んでみてください。